どうも皆さん、ミッチーです。本日は前回の動画に引き続きチャーニーガホンのレビューをしていきたいと思います。まずはですね、 CHV の紹介をしたいと思います。最大の特徴が1個あります。これはなんと響き線のオンオフが足でできます。ここどう違うかっていうのは、まあちょっと叩きながらやってみたいと思います。まずオンのやつでやってみてます。おここでね、重厚、前の動画かな、ご紹介したね、木のカホンと比べると重くて深いですね。ハードな演奏にも向いてるかもしれないです。そしたら今度オフにしてみます。オフにした時の音の質っていうのが変わらないです。響き線を入れても抜いても変わらない、もともとのこの持ってるものがしっかり出てるイメージです。慣れるまでちょっと大変かな人によっては最初はやるときに少し練習が必要かもしれないです。まあでも慣れちゃえば結構スムーズにできるんじゃないかなと思います。これの最大の特徴としては響き線のオンオフのフットのスイッチがあるんですけど、今右側にあります。でもこれ外して左側につけられるんですよ。左がいいっていう方もいると思うんで、そういう時にこれを付け替えできるっていうのはすごく嬉しいですね。次はですね、CHCC シリーズになります。次に、紹介するペドロ、まあこれが上位機種になります。ペドロが上位機種、まあだから、アクリルのカホンとしてはスタンダードなモデルですかね。はいになります。ちょっと叩いてみたいと思います。こういうね、木材の、ものと比べてアクリルっていうのは全然その音の雰囲気が変わります。自分の手の、強弱タッチっていうのにすごく精密にというか、叩いた分だけしっかり反応してくれるっていう感じですね。すごく最大のメリットがあります。それは何かっていうと、可愛いなんですよ。僕そういうのってすごい大事にしてます。だってギターとかってすごいかっこいいギターもあれば、すごい可愛らしいギターもあったりとか、いろんなものあるじゃないですか。だからそういうのでアクリルっていうので中が見えるっていうのはすごくこう僕の中では可愛いっていう感じですね。やっぱ見てて楽しいかなっていうのがあります。音としては木材の温かさっていうのはアクリルなんで減ってはくるんですけども、その分すごくタイトな音が出てきます。ちなみにこれ裏面も叩けるんですよね。はい、裏面も叩いてみたいと思います。木のすごく温かさっていうのがすごく出てきますね。対照的にパーカッシブな音になってきますね。結構ドラムみたいに叩きたいっていう人にとっては、まあ裏面の必要性がもしかしたら薄いかもしれないっていう印象はあります。はい、でアクリルなんで中が見えます。響き線のところ、ここは、全部で8本あります。ここが開くんですね。ここの、間が開くのでアタックが増すっていうところですね。ちなみにサウンドホールは横に開いてます。はい、次はですねペドロの紹介をしたいと思います。何よりもこの低域の鳴りっていうのがものすごい出る楽器だなと思います。ライブだったりとかそういった時にものすごい効果を出る楽器だなと思ってます。特にレコーディングとかマイクに繋いだ時のそのマイク乗りっていうのがめちゃくちゃいいです。上の部分の繊細さ、まあ、これはアクリルならではなのかもしれないんですけども、手のアタックだったりこうニュアンスに忠実に再現していただいているような形です。逆に言えば下手な演奏できないっていう感じです。だから僕もこの楽器叩く時は気をつけます。ここ以前の動画でね、一回この楽器のレビューをしたんですけども、まあ、改めてっていうとこです。サウンドホールが横についてます。裏面も叩けるっていうところなので、まあ、サウンドホールが横についていて、まあ、両面叩けるというところになっています。あと弦8本あるんですけど、こう一個調節ができます。あとは僕のウサギちゃんです。こうあとこれなんですけど、裏面も叩けます。表面はガット弦入ってたんですけども、後ろの場合は入ってないので
さっきとは全然違った音色が楽しめます。表の方と比べるとパーカッシブなんで、僕は使い分けるときにはこうエスニックな感じを演奏したいとかっていうときは裏面のこっちで叩いたりします。